アクア調和の取れた家。自然の中にいると私は気分がいいです。ですから私は自然の中と同じように感じながら暮らせたらと願っていました。リラックスし満ち足りた気持ちで自分自身と調和しながら、そうして自然の力と組み合わせたアクアが生まれました。私たちはチームとして一丸となり、自然の恵みをアクアへ転換しました。私に、そして私の人生設計に合うかどうか土地を調査しました。家の基本的な形もテンサーという道具を使って調べました。私には私個人の考えを現実にすることではなく、全体と調和させて作ることが大切だったからです。エネルギーの原理もプランニングに取り入れ、土地占星術を用いて家の間取りや室内の配置を最適に調整しました。無垢材システムホルツ100とともに、私たちは自然に密着し通気性に富み、また快適な室内環境にも配慮した最善の策を見つけました。できるだけ自然に近づくために、この家は雨水だけで賄われています。独自の水循環システムが雨水だけでの水の自給自足を可能にしています。前は雨の日が嫌で、できるだけ晴れてほしいと思いましたが、ここに住んでからというものは雨が降るのが嬉しくなりました。それは雨が私に必要な水をもたらしてくれるのを知っているからです。そのようにして私はまた全く違った自然とのつながりを得ました。今は自然をより一層意識的に捉えるようになり、私たちが生きていくには自然が必要だと実感しています。